ぱりあれですね、これだけ多くの人がフィットネス、まあ、ワークアウトをしているわけですけど、まあ、とにかく楽しいですよね。日本だとこういうイベントがあってもなんか結構苦しいところを表現したがるんですけど、みんなここは楽しんでる姿を、イベントがもう DJ ブースかも例えば 3か所か4か所ぐらい出てたりとか、あといろんな催しがあるんですけど、やっぱり本当お祭り騒ぎっていう感じで、まあ、ワークアウトなんでやるのかなっていうのが本当に分かる、まあ、来てもらえば分かると思いますね。まあ、それはフィットネスコンベンションで、まあ、世界で一番大きいイベントだと思うんですけども、世界中からいろんな人が集まってるんですけど、まあ、終わっててもこれだけ人がどんどん出てきて、まあ、この会場が満タンになって何回も入れ替わるわけなんですよ。だからやっぱりワークアウトっていうのはこういう盛り上がりがあるから大きくなりたいなってみんな思うわけで、まあ、日本だとどうしても大きくなってもメリットがないとか思ってた人が多いんですけども、そういう人は一回こういうのを見てもらうとすごいやる気になるかなっていうのがありますよね。で、感覚的に、まあ、本当ワークアウトっていうこと自体がでかくなりたいって思う環境の中で生まれているので、鍛錬するのが楽しいとかじゃなくて、とにかくこういうところに来た時に目立ちたいとか、とにかくかっこよく見られたいとか、このイベントの中でもなんか中心的になりたいとかって、そういうなりたい願望がすごい強いので、ワークアウトすることが目的じゃなくって、やっぱり結果を出すことが目的なんですよね。まあ、こうなりたいからジムでウエットトレーニングをやってるっていう感じなので、まあ皆さんもちょっとこう目標モチベーションがすごい大事だと思うので、まあ一度見れるような人が、機会がある人はぜひ来てほしいですね。まあこういうコンベンションじゃなくても、普通にカリフォルニアとかベニスビーチとか、まあ、アメリカ国内に入るだけでもだいぶ空気が違うので、まあ、実際に見てもらうとかなりなんでみんなワークアウトをするのかっていうことが本当に意味が分かると思うので、まあ、苦しいことに耐えるのがワークアウトじゃなくって、こういう楽しい中で目立ちたいからワークアウトするっていう感じですよね。まあ、それをちょっと今日は少しでも空気を伝えられればと思って、ここラスベガスから、中継しました。